私がバドミントンを始めたきっかけは母親の影響です。母親が地元にジュニアチームを立ち上げてくれて、そのジュニアチームに私と妹も一緒に入って、そこからバドミントンの競技人生がスタートしました。でパラバドミントンに出会ったのは高校2年生の時です。きっかけは顧問の先生からその福岡でパラバドミントンの地域の大会が合ってる案内が来たので、それを紹介していただいて、そこで初めて出場しました。で私の上肢障害のクラスは本当に一般のバドミントンと全く同じルールなので、すごく同じような迫力だったり球のスピードっていうのをすごく感じることができると思うので、本当にパラだからとかそんなの関係なく同じようにこう楽しめるところが魅力の一つかなと思います。まあ、これやりたいなとか今すごく悩んでる人多いと思うんですけれども、私も実際パラバドミントンに出会ったのは高校2年生の時なんですけれども、正直やっぱりパラのスポーツということですごく抵抗だったり、不安だったり、私出なくてもいいんじゃないかなとかいろんな本当に思いとかがあったんですけれども、実際にこう出たりその大会を見たりして本当に自分の考え方がすごく変わったので、ぜひそうやって迷っている方はやらなくてもいいので、ぜひそういう大会だったりそのスポーツに触れ合ってみてほしいなと思います。ぜひもっともっとこう何かやってみたいなっていう思いをもっと持っていただいて、で実際に足を運んでもっとパラスポーツにこう触れ合っていただければ嬉しいなと思います。